松本愛は新潟県を拠点に活動するラジオパーソナリティ、フリーアナウンサー、FM ポートの開局時のメンバーの一人。最初は事務の仕事に就いていたが、東京の制作会社の社長が全く何の色にも染まってない。経験のないド下手なのを一人撮りたいと言って、スタンピングラウンドという夕方の番組でリポーターの仕事をするようになる。リポーターを2年やり、 その後2年くらいいろんな番組をやった後冠番組のナイトアイを担当するようになるナビゲーターを務めていた番組ナイトアイはラジオマニア2016において一度聞いたら忘れられない部門として新潟県の日曜日夜ある意味ここがゴールデンタイムジャニーズ楽曲満載でお送りして早10年と紹介されており FM ポートの閉局まで16年間番組が 続いた。そのため、FM ポートの夜の顔と称された。ラジオマニア2016では、思わず、ラジオのボリュームを絞りたくなる、セクシーボイスと紹介されている。新聞のラジオ欄では、ハレンチボイスと紹介されたこともある。自身のことを、人と上手に交流したり、コミュニケーション取れない、本当に、人前が、苦手、社交性も社会性もない、手先も、 不器用っていう。それが、ああ、私ここにいていいんだなと初めて思えたのが、ラジオだったんだよね。と語っている。FM ポートの閉局後は、しばらくの間ラジオのレギュラー番組からは遠ざかって、いたが、2021年3月29日より、BSN ラジオにて、工藤淳之介三次のカルテットの月曜パートナーを担当することとなり、約9ヶ月ぶりに、 ラジオのレギュラー番組を持つことになった。新潟県から自殺予防メディアゲートキーパーを移植されたことがある。ありがとうございます。